月も半ばになり、冬到来で凍えそうななおです。寒風に打ち勝つ強いふみかです。羨ましいです。今回は同時配信している水に映る月、湖を照らす光のクリップにちなんで、トランペットのトリビアです。この曲は11月7日に音楽ホールで行われた音楽総合コース学生と教員による作曲作品展、若き音楽家による音の試みで発表されたものなのよね。作曲したのは山本優美さん、演奏は音楽科の学生です。曲の素晴らしさはクリップで聴いて見ていただくとして、トランペットです。金管楽器の一つで、語源は貝殻の一種を意味するギリシア語のストロンボスって言われてる。全体として円錐形で、全長の4分の1から3分の1くらいが円筒形、その円筒形の部分が陸上のトラックみたいに巻かれている。その真ん中くらいのところに3つピストン式のバルブがついてる。4つになっているものもあるみたいだし、ロータリー式のバルブもあるのよ。バルブを押さえることで空気の流れる長さを調節して音の高さをコントロールしてる。管の長さの違いで調整を調節できるんだけど、オーケストラで使われるのは波長調、ボタン調、二調調のものが多いみたい。吹奏楽やジャズではロタン調が標準で、これだとマウスピースをつけた演奏する時の長さが137センチくらい。そのロタン調のトランペットに対して管の長さが半分で、だいたい1オクターブ上の音域を担当する楽器がピッコロトランペットで、こっちにも波長調、二短調、異調調のものがあります。標準のロタン調の長さの管を二重に巻いてサイズを小さくしたものもあって、ポケットトランペットって呼ばれてるの。持ち運びには便利そうね。でも演奏するのはちょっと難しいみたい。管が2メートルになったものはアルトトランペット、3メートルになるとバストランペット。さっき2種類あるって言ったバルブの構造によっても分類できるみたい。ピストン式のものが日本、アメリカ、フランスなんかで一般的に使われてて、軽快な音色でジャズ演奏家たちが好んで使っているの。ヨーロッパだとジャズトランペットって言われてるのよね。ロータリーバルブのものはドイツ、オーストリア、オランダ、北欧で人気なのよね。重厚な音色なので日本やアメリカのオーケストラも演奏曲目によって使われることがあるんだけどね。めったに見ない形よね。トロンボーンみたいにスライド式のものもあって、19世紀のイギリスで使ってたみたい。滑らかに徐々に音程を変える時には便利だったのよね。その他に2つ以上の楽器の役割を1つにまとめた複合楽器の1つで、ダブルベルトランペットやバルブがないナチュラルトランペットがあります。ナチュラルトランペットは円筒形の直管に円錐形のベルがついただけだから、音階を全部演奏することはできなくて、主に軍隊が使ってたみたい。でも歴史は長くて、紀元前7世紀のアッシリアや旧約聖書、ギリシア、古代ローマまで遡ることができます。ヨーロッパではルネサンスの頃に管を曲げる技術が加わって、持ち運びに便利な S 字型のトランペットができたの。同じ頃にスライドトランペットもできて、教会でも使われてた。基本的にトランペットは金管楽器の中でも最高音域を受け持っていて、華やかで輝かしい音色が特徴。唇を振動させることで音を発生させ、マウスピースを通じて楽器本体に伝えてるのよね。楽器本体はその振動音を響かせる拡張器の役割を持っています。ただ空気を楽器に入れるだけじゃ演奏できなくて、空気のスピードや唇の緊張具合で音の高さを変化させてるみたい。主に真鍮や洋白なんかの合金で作られてて、配合する金属の割合によって音色が変化。表面の塗装によっても音色や吹き心地に違いが出るそうです。初めて楽器を選ぶときは実際に吹いてみて違いを確認しましょう。楽器の製造は手作業で行われることが多いから、同じモデルでも個体差があるの。そこでプロのプレイヤーが同じモデルを複数吹き比べて、吹き心地や響き、音程などをチェックして優れているものを選んだ選定品もあります。文字通りプロのお墨付きの楽器ね。本体はそうやって選ぶんだけど、必要なアクセサリーがあります。まずはマウスピース、
サイズやカップの深さなど様々な種類があります。ピストンバルブをスムーズに動かすための潤滑油、バルブオイルも必要です。主管や第2番は抜き刺すことがあるので、その動きをスムーズにするためのスライドグリス、演奏中に音程をコントロールする抜き差し管用のチューニングスライドオイルも必要です。楽器の表面についたホコリや汗を拭き取るクロス、マウスパイプ、抜き差し管の中を拭き取るスワブも必需品。音程を確実にするための電子チューナーも揃えてください。ということで今回はここまで。それでは皆さん、ごきげんよう。